今日はあいみょん行きたいと思いますけども、ピラピースがねロゴ作ってくれて、タラショーとかキビパンがね、もじってますけども、すいません、自分も勝手に画像をお借りして、パピミョンいいぜ、生きていたんだよな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 。イントネーションがわからねえ。2日前この辺で飛び降り自殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラーの練乳専攻、たちまち心はネットの餌食、危ないですから離れてください、そのセリフが集合の合図なのにな。バカ騒ぎした奴らがアホみたいに取りまくった冷たいアスファルトに流れるあの血の何とも言えない赤さが綺麗で、綺麗で泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ、何も知らないブランカンの外側で、生きて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 いたんだよな。最後のさよならは他の誰でもなく自分に叫んだんだろう。彼女が最後に流した涙、生きた証の赤い血は何も知らない大人たちに2秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いテープ、ドラマでしか見たことない、そんな言葉が飛び交う中で、今彼女は一体何を思っているんだろう。遠くで遠くで泣きたくなったんだ、泣きたくなったんだ、長いはずの一日がもう遅れる。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まるとき、消えたくなっちゃうのかな。今ある命を精一杯生きなさいなんて綺麗事だな。精一杯勇気を振り絞って彼女は空を飛んだ。鳥になって雲を掴んで、風になって遥か遠くへ、希望を抱いて飛んだ。生きて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 いたんだよな。新しい何かが始まるとき、消えたくなっちゃうのかな。生きて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 いたんだよな。最後のさよなら、さよなら、さよなら。